チベット側から見たエベレスト北面2008年北京オリンピックのエベレスト登頂は中華人民共和国で開催された2008年北京オリンピックの聖火リレーの特別ルートである。2008年5月8日朝に聖火を持った登山隊がエベレスト山頂に到達した。世界最高峰に聖火を持っていくというこのルートはメインの聖火リレーとは別ルートとして行われた。 登場自体の難しさは別にしても、聖火リレーの中で最も困難な区間となった。寒冷で風が強く酸素が薄いという、エベレスト山頂でも聖火が燃焼できるような統治が特別に設計された。同年4月、中国政府は聖火リレーで使用される、チベット自治区四月市からベースキャンプへの道路の改良工事を完了させた。新華社通信によれば、後期は10ヶ月で、 延長67マイルの道について、道幅を広げ、平らにならして、アスファルト舗装し、ガードレールを設置した。永久凍土が損なわれるという批判もあったが、中国政府は1500億人民元かけたプロジェクトで、環境破壊はなかったと主張した。中国政府は、このエベレスト登庁は、国際的なスポーツマンシップと国家の誇りを示す、ものになると述べた。 エベレストへの聖火リレーは、リレー全体のハイライトであり、グリーンオリンピック、ハイテクオリンピック、人民オリンピックの思想をも表していると、北京市副市長のリュウ・タカ市民は語った。ネパール政府は、ジャーナリストへの通信禁止を全面的に課し、軍と警察をエベレストに駐屯させ、聖火リレーが登場している間、 親チベットデモ隊の反中国的な活動を止めるために武力を行使する許可を与えた。内務省の報道官も夫、ラジドテルは、これは必要に応じて銃撃する可能性があることを意味すると述べた。5月8日、中国の登山チームはエベレストへの登場に成功した。合計十六人の聖火ランナーが聖火リレーに参加し、そのうち十二人が八千三百メートルの ベースキャンプから登頂した。このリレーは CCTV の国営テレビで生中継され世界中で放映された。山頂ではオリンピックスローガンの旗が掲げられた。最初と最後の聖火ランナーはチベット人女性の登山家だった。3月13日、中国政府はチベットの活動家が聖火リレーの登頂計画を妨害しようとしているのではないかという懸念から、 エベレストと長夕への世界の登山家の登場を制限すると発表した。ワシントンに拠点を置く、チベット国際キャンペーンの代表の上脈カーリーは、北京はチベットの領土主張を強化するために、人間の自由と尊厳のために立つべきである、オリンピックの成果の儀式を利用していると述べ、チベットに対する中国の支配を正当化するための試みだとして批判した。ありがとうございます。